サングシコ家のリトアニア騎手の紋章エウスタヒエラズムサングシコ。サングシコ家はルテニアに起源を持つポーランドリトアニアの上級貴族の家系でゲディミナス朝の流れを組む公家の家系の一つ。ポーランドリトアニア共和国の他の公家の家系と同じくその羊ははっきりしない。現在の歴史家たちは一族の子孫アルギルダスの孫の一人で、 コベルト・リュボムイルの領主だった、アレクサンドル・ヒョードロビチだとする意見を支持しており、その名前の短縮系、サングシュが、加盟の由来であり、一族は、その二人の息子をアレクサンドルとミハイルの血を引いていると、考えられている。着流である、サングシュコ・コシルスキケは1653年に、アダム・アレクサンデル・サングシュコの死により断絶した。シモン・サムエル・サングシュコに始まる冒険の、 サングシュコ・コベルスキ家は、自らの先祖をアルギルタスの弟リュバルタスであると、誤認し、後には、サングシュコ・リュバルトビチッと名乗った。リトアニア区内長官を務めたパベウ・カロル・サングシュコは、オストロフのオルディナツヤの女子相続人だったマリアンナ・ルボミルスカと結婚したことで、莫大な財産を獲得した。スラビュータにあった彼の宮殿は、サングシュコ絨毯として知られる。 ペルシア絨毯の有名な収集品で美しく、飾られた。しかし、その長男であったヤヌシュ、アレクサンデル・サングシコの宝刀によって、オストルフの大所領は失われた。そのイボ帝、ヒエロニム・ヤヌシュ・サングシコは、スラビュタニー・オーババを建設し、一族は、アラブ種の馬の品種改良で知られるようになった。ポーランド分割の後、ヒエロニム・ヤヌシュの息子エウスタヒ・エラズム・サングシコは、 コシチュシコ放棄とナポレオンによるロシア遠征を戦った。その息子ロマンスタニスワフ・サングシコは11月放棄で司令官として戦い、シベリアに流刑とされた。彼の物語はジョゼフ・コンラットの短編小説、ロマンコーに描かれている。第二次世界大戦期にガリツヤがウクライナに併合されるとサングシコ系はグムニスカとスラビュタの所領を及び、 リビウにある宮殿を失い、ブラジルに亡命した。現在、一族の当主は、母方からポリニャック家の血を引く、サンパウロ在住のパベウ、フランチシェク・サングシコである。ありがとうございます。